前田さん、今日はこれ散歩自分史になりますかね。なりますね。なりますか。僕はもうそれを意識して、うん、もう駅降りた時から、ね、はい。じゃあ今日は前田義弘と行く散歩自分史栗浜編ということで。嬉しいですね。メンバーは前田義弘さんと野見山はじめさん、そして私川出の3名でございます。いや僕割とあの先ほども何回も来てるけど、まあ、うん、子供がちっちゃい時に連れてきたりね、はい、してるけども、そんなに目的意識持ってきたことないから、ほうほうほう、今回は逆に緊張してるんです。やっぱり何してもペリー来航のねチェックをしたいんで。そうですね。そのことについて後で川出さんから。あ、これ早速あるね。いいですね。ペリー通り通ってこっちですか。そうですね。で、海沿いに伸び海沿い。これ看板建築です。この左の、これ左の、うん、あれね、これ看板建築なんですね。ここのところに2階の窓の上にあのスペースがあるでしょ。ここに看板出した。これも看板建築。ここはふくら古い看板建築です。これは この建物のあの様式ですね、うん、で戦前になるとあの銅板、うんうん、銅板で看板建築があったんですけど、1950年に建築法が変わって、うん、銅板 あの建物が禁止になった。だ今銅板の建物が残ってたらそれもっと貴重ですね。うん、やっぱり商人の心意気とかね、うん、商人のアイデンティティというか、うん、うちは何々屋だよというね、うん、そうです。アイデンティティあったかもしれないですね。あったんだよねきっとね、うん、でも毎日は隣に負けないもっとね、うん、いい文字で書こう。そうですね。でも高さは揃えるっていうね、うあのこう協調性とそれから独自性のこの表現がね。昨日かなんかが満開だったって全然知らなくて。草花みたいな。どこに今こっち行きます。もう越してきてどのぐらい経ちました？2月3日に来たから、うん、1ヶ月半、2ヶ月弱。どうですか栗浜の住み心地は。快適です。快適ですか。
くださいこれ色なんか見えるじゃんいろんな色があるんですよね Spring brings all things new things Sound, sights, fresh lights And I might just be alright New me, new you, we'll see Warm sea, swim freeSing free, be free. Spring brings all things, new things. Sound, sights, fresh lights, and I might just be around. See, swim free, sing free, be free. これまさに自分車。栗山医療センターってね、俺の友達がね、アルコール中毒でね、アル中で入院したの。それで栗山病院って言ったかな。そこへね、見舞いに女房と来たことあるの。その時おそらく栗山からバスで来たんだろうな。バスがね、仲が良かったんですよ。それがある中でね、まあもちろん卒業してからだけどね。まあ結果的に早く亡くなっちゃったけどね。これは思い出の。